はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうなです。今日はドラクエ3リメイクでラーミア入手後にすぐ行けるレベル上げポイントを紹介したいと思います。見ての通りめっちゃね、メタスラとかハグメタとかが出てくるところがあるんですけど、場所がここの丘です。こちらの丘、どうやったらね行けるかっていうのを簡単に説明したいと思います。この丘なんですけど、ドラクエ8にも出てきたようなスマイム族しか出てこない丘、なんかレベル上げに使えるスライム族しか出てこないような場所ありましたよね。あそこに似てる感じで、ここも塔の裏にある感じです。どこから行くかというと、まずガラナの塔から、ガラナの塔から来たらめちゃめちゃ近いんですよ。ラーミアゲットしたらマジで目と鼻の先にあります。ガルラの塔を出て、で、ラーミアに乗ります。で、後ろ、上の方に山を越えてすぐ見えてる、あの丘ですね。ここの小高い丘は、スライム族しか出ない丘になっています。ハグリンとかメタスラとか出るんで、もちろんね、他のスライム族も出るんだけど、今作結構メタル狩りかなり楽になってるんで、っていうのもブーメランとかも会心出るしね。なのでぜひここで買ってみてください。遊び人で口笛を覚えてるとよりね回転率が上がると思います。ここ本当にね結構メタル系エンカウント率高いので、ぜひ試してみてください。そしてもう一つ、悟りの書の場所です。カザーブに飛びます。これで、バラモス戦の前に、もう一つ、悟りの書が手に入ります。多分、ここの時点で、二つ目の悟りの書かな。私は、ここで二つ目でした。で、カザーブから、すぐ、ここも近いんですけど、もうラーミアを手に入れて、すぐ偶然見つけたのが、ここ、ラーミアでしか行けない場所ですね。ここ、秘密の場所があります。この秘密の場所に入ります。そうすると、ここに樽がありますね。この樽の中に、悟りの書が、二つ目が入ってました。で、これで、バラモス戦の前に、賢者、二人、できることになります。よければ、皆さんも、ラーミア入手後に、ぜひ、ここを探しに来てください。本当に偶然見つけたんだよね。多分、見てる人も、怪しいなと思って、すぐ、見たよっていう人もいるかもしれない。でもね、見つけてない人はぜひ行ってみてください。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよければ、ドラクエ3リメイクの情報をまたね、こうやって配信できればなと思いますので、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。では、また次の配信、次の動画でお会いしましょう。ゆうなでした。バイニャン。